はい、トリシティの大将です。本日の動画はイオン天ヶ崎へ第3弾でございます。チャンネル登録の方もよろしくよろしくお願いいたします。昨日と言いますか本日からですね、沖縄、山口県、広島県にまん延防止が出されました。またコロナの再燃でございます。もうこれはもう大阪も東京もやばいですね。すぐこう行ってきます、はい、多くなってまいりました。ここはイオン天ヶ崎、これね、今までのね、私の鶴見山あのイオンとかね、大日のイオンとか、そしてあの滋賀県で言いますとあのピエーリー森山のあれも絶対イオンですよね、作りからしてね。全然違うのはやっぱりね、吹き抜けがございません。はい、イオンといえば今やね吹き抜けなんですけどもね、その代わり ねちょっとね照明もね暗いんです。でその代わりね、従業員さん皆さん、クルーの皆さん頑張ってらっしゃいました。ああいう飾り付けも多く見られます。大変、庶民的であり、居心地は、悪くございません。はい、でこういった、ね、正月の飾り付けが多くしてあります。毎日ねこうやってね喋ってるんですけど、あ、これねガチャの森なんですよ。ガチャの森、ガチャだらけですね。もうガチャは私大嫌いなんですけどね、当たり外れ多すぎます。はい、いやいや外れ多すぎます。はい、毎日こうやって喋ってますとね、もうそろそろ喋ることが尽きるだろうと思っているんですけども、尽きません。どうしてでしょうね。あ、これも頑張ってるでしょ。恐竜の、模型というかね、フィギュアじゃないわ、どう言ったらいいのこれをできてました。あるようにね、恐竜にね乗れるような工夫がしてありました。ああいうのはね初めて見ましたね。それは喜ぶでしょう。はい、それでね、このイオンのことではないんですけどもね、ちょっとね今日お話したいのはね、最近ね、あれが変わったんですかね、道路交通法みたいなやつがね、明らかにね信号がね、矢印信号が多くなっています。特にね2号線なんかあたりはね、ほんま矢印の信号が多いですね。あるところなどはねずっとね丸い信号は赤なんですよ。そしてね下のね矢印の直進、左折、右折みたいな形で指示が変わっていくという形になってるんですけどもね、あれやったら丸い信号いらないかとか思うんですけどね、あれ補助的なもんですからね、ちょっとね見にくいんですよ。今冬はまだなんとか見えますけど、夏の日差しの強い時なんかね、あの矢印の信号は本当に見にくいんでね、もうどうせ矢印の信号がメインになるんならね、かえってはっきりしたもんにしてほしいなと思ってるんですけども、それとですね、右折ですね、まあ左折もそうですけど、僕らがね免許取った時はね、左折も右折もね、隙があったら好きがあったら言うたらおかしいけど、途切れたら行っていいっていうことは確かになってたと思うんですけど、今は特にその丸い信号がずっと赤ですから、その時は行ったらあかんのですね。まあそれはまあ理解できますけども、丸い信号が青の場合の矢印信号出るまでの間ですね、ある間はどうなんでしょう。僕らの時は好きというかね、空いたら行ったらいいということになってたんですけど、今行ったら捕まるのかな、そこら辺がねよく分かりません。ほんでね、またね右折のね仕方が下手くそなんですよ、はっきり言って。で特に言っちゃ悪いですけど、女性の方ね、女性の方ね、私ね女性マークいうのをね作ってね貼ったらどうかなと思ってるんですよ。これはね区別でも差別でもございませんね。そうしますとね、優しい男性方はね譲りますからね。だから女性
マークっていうのをね、ぜひぜひね貼っておいたらいいと思うんですよ。顔に自信のある方は顔写真貼っとくとかね。これは怒られるから、まあさあそんな感じでね、したらどうかなと思っているんですよ。で、そのね、右折が言いたいのはね、とにかくね、前がね、開きっぱなしの右折が多いんですよ。だからもっと前行けよと。そうしな、車が空いてるかどうかわからんやないかと。外にね、ものすごい渋滞が多いということがね、現実に今あるんでございます。で、そこら辺のところがね、私の時代とは変わったのどうかということがね、わからないんですね。どなたがご存知の方はコメント欄にも入れてもらいたいなと思っている今日この頃でございます。ではまた。